君、万歳！万歳！万歳！まずもって皆さん方にお礼を申し上げます。本当にありがとうございます。そしてただいま当選の報告を受けました。ちょうど振り返ってみますと、先月の28日が事務所開きでございます。それから着々と選挙に向けて準備をしてきました。これは後援会の皆さん方や、それから女性の、ちょうど私の妻の仲間の女性の皆さんたち、そしてまた若い人たちが多く集まっていただきまして、準備をしてもらいました。そしていよいよ21日からこの選挙がスタートしたわけでございます。なかなかこのコロナ禍ということで、この選挙のやり方も、まあ、今までと違うようなやり方をやらないと、非常にこう市民の皆さん方にも迷惑をかけるという思いで、今回は181の集落すべて回って、その中でできる限り辻立ちをしようということで回らせていただきました。約9割ぐらいの集落で辻立ちができたんじゃないかなというふうに思っております。その間事務所もう本当にこう切り盛りをしていただきました。ご婦人の方たちや、それからまた支援者の方々、講演会の皆さん方、本当にこれまで支えていただいたというふうに思っております。今回のこのコロナ禍での選挙運動というのは、自分としてはもうとにかく体の続く限り回ろうと、そして訴えていこうということで回らせてもらいました。全力を尽くさせていただいたというふうに思っています。しかしながら今回のこの結果といいますか、投票率がやっぱり前回よりも相当落ちているということで、私もまだまだ努力が足らなかったかなというふうに思っています。しかしながら今回の選挙戦は、この自民党の県連本部の吉川知事はじめ皆さんたちから本当にご推薦をいただきまして、そしてまた立憲民主党におきましても、村口大臣をはじめ大内先生方、それからまた福岡先生や山下先生、そしてまたなかなか東京から来れなかった先生方も電話でもう頑張れという意見もいただきました。そういう多くの皆さんたちの激励や、そして後押しで今日まで走ってこれるというふうに思っています。小城市が持っている課題というのは、本当にまだまだこの課題がたくさんあって、そしてまたこれをしっかりとこれからやっていく、いくべき課題もたくさんあります。しかしながら今日こうやって来ていただいている皆さん方、お一人お一人と、そしてその力をいただきながら、これからの調整発展にしっかりと邁進をしていきたい、そういう思い、責任を痛感をしております。もうご決めだからどうかというふうな、まあ、長期の部分のお批判もあろうかと思っておりますけど、逆に長くやってればやってるほどいろいろ見える、また景色も違うと私は思ってます。そして皆さんたちからその長くやってればやってるほどいろんな縁もたくさんいただいてます。ですからその縁をこの市のために、市の将来のためにしっかりと生かしていきたい、生かさせてもらいたい、そういう思いでこれから皆さん方の力を借りながら頑張っていきたいというふうに思ってます。いよいよこの5期目のスタートはワクチン接種からのスタートと、それからそれが一段落してから
各集落すべてにまた回っていろいろと皆さん方とお話をしていきたいという、それを私は楽しみに5期目頑張っていきたいと思います。さらなる皆さん方のご支援、またお力を貸していただきながらこれから頑張っていきたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げたいと思います。本当に今日はこれまで支えていただきまして感謝申し上げたいと思いますし、遅くまでこうやって待っていただきました皆さん方には心から感謝します。本当にありがとうございました。頑張ります。それではここで同棲を祝し花束贈呈をさせていただきたいと思います。お願いいたします。本当にありがとうございます。最終日の最後の最後の時に外苑車に乗った時に、若い人たちから先導していただきました。そして最後の外苑車は私の妻とそれから2人の子供たちが運転をして4人で外苑をさせてもらいました。非常になかなか素人の集まりでの外苑で、まずい外苑だったのかと思いますけれども、本当に育てていただいた私の嫁さん、子供たちにも心から感謝申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。